菅さんの方便について、広木さんの見解を教えてください。メディアでは日本を一番に選んだようなことを言ってますが、持ってるだけですかまたファイザーの CEO のコンタクトを取って納期が簡単に早まるものなのでしょうかいいええっとまあ。ちゃんと持ってはいないんですけど、まあ、菅さんがそのあのファイザーの CEO と話をして、 あの競技を早めたいよねと言ってたっていう。nhk からかのニュースを見たんですよ。で、その要はファイザーの方がそう。日本にワクチンをどうやって渡すか？っていう競技自体を迅速にしたいって言ってるんですよ。なので、ワクチンを迅速に渡すとは言ってないんですよ。 ワクチンをを渡す話しし合いい早くしたいって、まあ、日本語で書いてあるんですよ。本当にそのファイザーの CEO が英語で何て言ったのかちょっと分かんないんですけど。で、なんかそれを見て、なぜかその日本にワクチンが早く来るみたいな誤解をこう振りまいてるニュースタイトルが結構あって、実質的にはワクチンに関しては何も進んでないっていうニュースだと思うんですよね。まあ、これが多分その読解力は人によって違うって話だと思うんですけど。 で、その、まあ、あのアメリカの大統領が決まったときに、その、あの日本は割と早めに会いに行くっていうのがあるんですけど、まあ、今、基本的に、あの、どこの国も、アメリカの大統領に会いに行くどころじゃないんですよね。要は、その、えっ、ー、と、会っても大丈夫な国で行くと、多分、中国と台湾ぐらいじゃないですかね。要はその コロナがちゃんと抑え込めているので、国内問題をちゃんとやれって言われなくても済む国っていう。なので、まあ、シンガポールも一応抑え込めてるかなあとニュージーランド、オーストラリアぐらいで、ただそこら辺の国って別にあの、アメリカとそんなに表面的に仲いいわけでもないので、別に今会いに行く必要ないよねっていう状態なんですよね。で、逆にその、アメリカに超会いたいですっていう国で、まあ、あの、国内問題がうまくいってないので、それどころじゃないよねっていう状態。あ、イスラエルもうまくいってますね。はい。 なので日本もまあそれどころじゃないのに会いに行っちゃったんですけど結果としてその,あの本来であればもうちょっと早く大阪とか緊急事態宣言出すべきだったんですけどその菅首相が帰国してから緊急事態宣言っていう形にしなきゃいけないので何日か大阪の緊急事態宣言の発令が遅くなっちゃってるんですよね。 なので、そういう形で、まあ、普通だったら日本にいてくれれば、もうちょっと2、3日早く緊急事態宣言が出て、そうすると、じゃあ、その入院できたかもしれないよねとか、ある程度、その病院の逼迫度数が下がったかもしれないよねっていうのがあるんですけど、まあ、それよりも、その政治的な部分をあの追求したっていうことな気がするんですけど、<laughs> あの、外で工事してるんでしょって音が入っちゃって、すいません。 えー、厚生建築学科卒実務経験なしの30歳主婦です。2級建築士は持っています。子育てもう1日なので仕事始めようと思います。建築関係で未来になる職種はありますか？ちなみに残業はできません。まあ、とりあえず建築事務所に今だと割とリモートで結構その元々あのできている cad のなんかの設計図とかのちょっと細かいとかやってみたいな仕事あると思うので。なのであのリモートで働けるっていう形でレジュメを送りまくるといいんじゃないでしょうか？ えー、40歳は、バツイチ ADHD、無資格、学歴なし、職歴な少女です、えー。結婚時代に相手の束縛から友人の連絡先や関係性は全てなくなりました。両親は若い頃亡くなり、天涯孤独です。私はこれからどうやって楽しく生きていけばいいでしょうかちなみに、ね、商売経験しかあり、水い売権限しかありません。生活保護以外でアドバイスをお願いします。探せば <laughs> いや、あの、多分、本名を入れれば、Facebook でそこそこ友達の連絡先見つかると思うんですよ。その、高校とか。 あのえっ、ー、と、学歴の人から高校までかな。なので、高校とか中学の友達とかでも覚えてる限りの名前入れると、結構 Facebook 引っかかるんですよ。で、あの、一人連絡先捕まえられると、あの頃の友達どうしてんのみたいつなんで繋がったりするので、なので、あの、Facebook で中学校高校生の友達の本名を入れまくってください。まあ、結婚して名前変わってる可能性もあるので、男の子の名前の方がいいかもしれないですね。 えー、コロナ後の世界は今まで以上の速さでテクノロジーが発展しリモートワークが普及し家で過ごす時間が増え内閣府の掲げているソサエティ5.0の世界に向かっていくと思うんですがその世界になるといろいろな人たちが発展の速さについていけず発展した電子機器が何なのか分からずに物を使い理解もできずに従っていきそして人間関係すらも可視化されストレス発散難しくなり、えー、誰もがやみ始めてカウンセーラーグや成人化との職業が流行ると思うんですが廣クさんの件をお聞かせください。 えっと、あの、コンピューターや機械が基本的に人間をコントロールするんですけど、そこでストレス発散ができないとか、ストレスがたまるとかってなると、そこのサービスを使う人が減ってしまうので、多分快適にサービスを使わせると思うんですよね。あの、まあ、アメリカのその大統領選挙の時にに、Facebook にあの大量にお金を投じていて、あの、前回のトランプ大統領は勝ったと言われていて、 でそのなんでじゃあフェイスブックにお金を投資するとあの要はあの選挙で勝てるのかっていうとあのどっかのアメリカの大学が実験をしてて、まあ、例えばじゃあ僕がどんな人間かっていうのをその質問するんでじゃあ僕の,その知り合いにひげおやじさんっていうあの性格の悪いデムなおっさんがいるんですけどじゃあそのタばこご飯に僕は醤油をかけると思いますかソースをかけると思いますかっていう質問をひげおやじさんに聞くんですよ。 っていう感じで僕の知り合い同僚その取引先家族っていうあの1人当たり20人ぐらいの知り合いにこの人だったらどう答えますかっていう質問をするってやるんですよ。でまあもちろん僕は正解を書くんですけどでそこの知り合いが答えんのと Facebook の僕の行動をそのトレースした結果の AI と正答率どっちが高いですかってやると Facebook で「いいね」を 20個以上押してると大体 AI の方が勝っちゃうんですよだから例えばそのじゃあ僕車好きですかっていう質問がされた時にあの僕、まあ、車持ってるので車持ってるから車好きなんじゃないマルみたいなことやるんですけど僕 Facebook とかで車の CM 広告ニュースとか一切クリックしたことないんですよ。あの僕別に車全然興味ないんでなので車持ってるからきっと車に興味があるんだろうとか知り合いとか友人とか判断しちゃうと思うんですよ。 で、あの、車業界には興味があるので、その車業界に関しては、僕はよくちょこちょこ喋ってると思うんですけど、そのトヨタがどうとか、電気自動車がどうとか、だかだ車自体実は興味ないんですよ。っていう感じで、本当の行動っていうのは、その Facebook のいいねを押すかどうかで、実は人間の行動って決まってて、っていう感じで、その、友人とか知人よりも、実は Facebook のデータを利用した方が、その人本人の判断基準っていうのがわかるよねっていうのが、実は出ちゃってたりするんですよ。 で、今、アメリカ人のほとんどのその、あの、フェイルック使ってる人って、いいねが20とかどころじゃなくて、毎日のように使ってます。5年、10年使ってますとかなると、もう1000とか2000とかのいいねをしてるので、こういうのが好き、こういうのが嫌いっていうのって、トレースするとどういう判断をするかっていうのは、結構細かく分かっちゃうんですよ。っていうのがあって、じゃあ、こういう人はもう民主党好きだよねと。なので、じゃあ、民主党好きな人って、どういうニュースを上げると、その共和党が好きになるかっていうのも、その、 いろんな人に対して100個ぐらいニュース出すとあこういうニュースがあるんだったら共和党の方がいいかもって思っちゃうっていうタイプのニュースっていうのがあるんですよ。 はその都会に住んでて民主党気味なんだけど白人であんまりこういい思いをしてないみたいな人だと外国人がいっぱいいるせいであなたの仕事の給料は低いんですよもし外国人が減ったら人が減るんだから給料上がるの当然じゃないですかなので外国人排斥をした方があなたが幸せになりますよっていうニュースが出たらあっそうかもしたら外国人排斥ってトランプ大統領がやってるからトランプ大統領に投票した方がいいかもみたいな感じで人の行動ってコントロールできるんですよっていう感じで割とその人間がどう感じるかっていうこともコントロ できるのでなので未来は多分みんんな機械ににコントロールされたまま幸せに暮らすすと思うんですよねあの今どっか出かける時に Google マップとかカーナビーとか使ってると思いますけどあれってその人間が便利に使ってると思ってるんですけどあれは移動手段と行動を全部コントロールされてそのカーナビに指示された命令に従って人間がハンドル動かしてるわけじゃないですか。 で、Google マップ使って移動するときも、Google マップ先生が、ここを右に行け、ここを左に曲がれって言われた通りに、かしこまりましたって言って、こう曲がったりして動いてるわけじゃないですか。なので、どん道ってどんな行き方をしてもいいし、好きに行けばいいんだけど、Google マップ先生の言われた通りに行動するっていうのは、人がこうロボットのようにあの命令された通りやってしまってるので、果たして人間の意思って何なんだろうねって話でした、ね。はい。 えと大阪の某私立大学に通ってます。コロナのでオンラインが原則と主張しているにもかかわらず、今対面の方が多い現状です。大学に前日オンラインさせる方法などあれば、どこ教えてください。えっと、あの、えっ、ー、と、文科省が大学で単位を出す場合の、なんか30ん、30、ん ?30% だったか、半分だった子を対面授業にしなければならないっていう規則を出してるんですよ。なので、その規則がある限り、基本的にはその対面授業をやらなければいけないっていうのがあるので、問題の原因は文科省です。 でもうなんでそんなルールがあるかっていうとあのオンラインの大学増えちゃうと大学潰れまくっちゃうんですよね要はあの世の中エフランク大学っていわれるあの授業出ても出なくてもいいどうでもいいような授業をやってる大学って結構いっぱいあるんですよね。30%でそういう感じの大学があれひょっとしてオンラインで受けられるんだったらまともな大学のオンライン講座受ければいいんじゃねってことになってそうどうでもいいエフラン大学に行かなくなっちゃうんですよ。 例えばじゃあ慶応大学がオンライン授業コース始めますって言ってでもう別にオンラインだから生徒何人でも取っていいですと。なのでじゃあ慶応大学オンラインコースです学費払える人誰でも来てくださいって言ってちゃんとテストやって成績の良かった人だけ合格させますよっていうのであればその慶応大学オンラインコースでちゃんと勉強した人だけ卒業できるわけだから何の問題もないじゃないですか。 でもそれやっちゃうとどうでもいい大学に誰も行かなくなってみんなが慶応大学オンラインコースに行っちゃうようになっちゃってどうでもいい大学滑れちゃうじゃないですか加計学園とかでそうなるとその政治家の人たちが献金もらえるっていうのがなくなっちゃったりとかその地方にお金が落ちるっていうのがなくなっちゃうのでなので慶応大学はオンラインであったとしても定員は2000人までですとかっていうルールを決めちゃってるんですよそうじゃないとあの文部科学省の人の天下り先とかもなくなっちゃうのであの大体大学のそのなんか理事とか っていうそのなんか各私立大学とかに理,事あの理事会っていうのがあるんですけど大体そういうところにあの元文部要はその大学の数あればその分だけ理事会があるので大学の数が多ければ多いほど文部科学省の人って天下り先が増えるんですよね。 なのでそのじゃあもうオンラインは全部慶応大学でよくねってなっちゃうとバタバタと大学が潰れて天下り先なくなっちゃうんですよ。っていうのがあるので残念ながらオンラインっていうのをいかに減らすかっていうのを文部科学省が頑張ってるのでなかなか文部科学省がいる限りはオンラインのが便利になることはないんじゃないかなと思います。